うち、アゴズナは、節足動物門の綱の一つ。昆虫と共に六脚類を構成する。後期はうち、アゴであり、つまり、頭部の中に格納されている。またうち、アゴズナは、ブハネであり、羽をかく。この綱は、カマアシムシメ、トびムシメ、コムシメの三目を含む。これらは、過去にはシミメに統合され、ブハネやコウを構成していたが、これらは、昆虫とは独立に。 また互いの中でも独立に進化してきたことが認識されてきた。目の間にはおそらく密接な関係はなく、その場合、うち、アゴズナは多系統群である。これらの小さな節足動物は羽を持たないが、昆虫のいくつかの目のように二次的に失ったわけではない。後期はナトールポーチと呼ばれる頭蓋の下に格納され、そのため大アゴと小アゴの先端が、 少し露出しているだけである。この皮、胎時期に両側頭部の口付近の後皮が下唇と融合することで形成される。昆虫とのその他の違いは、昆虫では、基部の二節だけがそうなっているのに対し、触覚の各節が近形になっていることである。生死の伝達は間接的であり、メスは産卵管を持つ。三つの目の中で飛び虫目のみが目を持つが、 その多くは盲目であり、副眼がある場合でも、小眼の数は8以下である。ありがとうございます。